はい、ジャズギタリストの小暮です。バルマルする人は上達が早いということで、今回は話を進めていきたいと思います。まあ、結論から言ってしまうと、人に物を教えると、上達は早くなります。これはどのジャンルでも一緒だと思うんですけども、技術なり知識なり自分が得たものを他人に伝えることで、より自分に定着しやすくなるという、そういうことは、いろんなジャンルでね、あると思うんですけども。で、自分がですね、なぜこんな動画を撮ろうかなと思ったかというとですね、まあ、アーティストとして、まあ、ギタリストとして僕はやってきたかったんですよ。でも、それだとなかなか食えなくて、まあ、まずなかなか食えないですよね。大体みんな教えてたりしますよね。それで、教えたいなと思ったんですけども、なかなかそれすらも見つからないと。で、どういうことを教えていいのかもわからない。で、そういった自分なんかよりもずっと若い人たちのために向けて、何かこう、残せるものないかなと思って、ちょっとこういう動画を作ってみようかなと思いました。それでですね、自分はもういろんなところで教えさせていただいてきたんですよ、今まで。カルチャースクールだったり、楽器屋さんだったり、ワークショップ開いて自分でこう、いろいろ教えたりとか、あとオンラインレッスンとか自分の家に来てくれたりとか、あと出張レッスンとか行っていろんなとこ行ったりとかして、それ、いろんなことを教えさせていただいたんですけども、そういう中でですね、本当にギターに初めて触る人に何を教えたらいいか問題っていうのが、ありまして、何を教えたらいいのかと思って、それでまあもちろん弦のチューニングとかそういうのもね終わって、でも大体みんな Em とか Am ぐらいは弾けるんですよね。それでまあしかもまあそれでちょっとそれ置いといて、今のこの時代コロナでやっぱり家にいなきゃいけなくて、家族ともずっと接したりするじゃないですか。そういう人たちにこうギターを教えてあげて絆を深めようというね、意外と今の時期いいんじゃないかなと思って、この動画を作ります。それで、必ず壁にぶつかるのは F ですよね。 F の壁って言いますよね。どうやって押さえたらいいのかっていう話になった時に、まずカポを使ってやれば押さえやすいよっていうことも考えられるんです。そうするとフレットのポジションマークとかのがずれちゃうから、結局ギターの弾き方がちょっとね、おかしくなっちゃうじゃないですか。それはギター選びの問題で、初心者がギターを選ぶときは、ものすごく弦高の低くて弾きやすいギターを選ぶべきなんですね。で、F ってのがなぜ早くこうやって出てきちゃうかっていうとですね、3コードってあるじゃないですか。1番目のコードと4番目のコードと、あと5番目のコードですね。これを使って曲ができるってやつなんですけども、まあ普通音楽ってドレミファソラシドで始めるから、キーが C になるんですよ。それで4番目のコードがいきなりここで F が出てきちゃうんですね。で、5番目のコードが G なんですけども。で、C のキーでなんかやろうとして、すぐに F が出てきて、それで F を抑えられない、難しいって言って挫折する人って結構多いと思うんですよ。でもギターっていうのは、これバーフォームって言うんですけど、これバーフォームをつかなくても、もっと簡単なオープンコードって言って、すごい抑えやすいコードで弾けるキーっていうのがあるんですよ。それが一体何かっていうと、A なんですね。A だと、この A、まあ、こうやって押さえる人もいるけど、僕はこうやって押さえるんですけど、まあ別名ドラえもんコードなんて言いますね。ドラえもんみたいな指が。あと D、 これがね4番目のコード。それでね E、 これが5番目のコードなんですよ。それでまあこの紙にね、初めてギターを持つ君 A っていうことで、ちょっとこういった簡単なねメモ書きをしてみました。これでね、本当にね、だから A と D と E で曲ってできちゃうんですよ。嘘だと思うでしょ、これ例えばね。やることないならギター弾け、 F コード弾くのやめとけ、コロナ収束願いますとかできるんですよ。でこれ A でしょ。じゃじゃん。次これ D でまた A に戻るでしょ。で E、 こうやってできるわけですね。でまず何を覚えるかっていうと、6弦ルート
5弦、まあ、E ルート、A ルート、D ルートですよね。それでこう E を押さえるじゃないですか。まあ大体 E マイナーを知ってるんだけど、こう E を押さえると。でこれ E 押さえて次 A 押さえるでしょ。これドラえもんコードね。その次 D 押さえるでしょ。でこれを3つ覚えると、その次に E のこの3つ、これ両方はこれ全部この3箇所押さえてるんですね。で E の中指、薬指、人差し指でこうやって押さえるんですけど、この人差し指の部分を外して半音下げるんです。まあ全音半音を知らなきゃいけないんですけど、まあこれはまあ知ってるとして、半音下げる、これがこの響きをまず覚えてもらうんですよ。これがまず明るくて、この人差し指これを半音下げることで暗くなる。これがメジャーとマイナーの違いですって教えるんですよ。で、まあ、僕の場合はね、明るい、暗い。でその次は A でやるんです。 A で押さえたところの上からこう一番高いところですよね。だからこれ今だと僕小指でこう押さえてる、これを半音下げるとこういう形になるんですよ。そうすると暗くなるって、これが A マイナーで、これ D こうやって押さえる、押さえてる一番下のこの一弦ですよね。3つ押さえてるうちの一番この下にあるこの高い音、これを半音下げると暗くなる。これが D マイナー。だからこの押さえてるこの3箇所押さえてるところの一番この下の弦の一番高い部分っていうのかな、だからそこを半音下げれば暗くなると。これを例えば明るいのが男の人で、暗いのが女の人、明るいのが A 男の人、暗いのが女の人で、明るいのが男の人で、暗いのが女の人で、もし考えるとここにオカマが存在するわけですよ。オカマっていうのは明るいのか暗いのかちょっと分からないという、それがセブンスって言って、この今度こう押さえた2番目の音を全音下げるんです。全音っていうのは半音が1個目で2個目これですね。だから薬指を抜く形になるんですよ。これがこう、これがものすごい明るい男の人だとして、でこれがこう暗い感じの女だとして、そうするとなんかここにオカマが、明るいのか暗いのかわからない、男なのか女の子なのかわからないオカマが存在する、オカマコードっていうんですけど僕の中で。で A で、これもこうやって薬指を取ればいいんですけど、これ薬指を取るとちょっと押さえにくいんで、薬指と、小指を入れ替えてこうやってセブンスを作る。で D もそう、 D もこの2番目のこの薬指で押さえてるところ、1個2個ってなるとこれ D7 になると。でこれぐらいでいいと思うんですよ。でマイナー7のところまではあんまりいいと思うんですね。でマイナーにしてセブンスにすればいいだけなんで、まあ大体わかると思うんで、大体このメジャーとマイナーと、セブンス、男女オカマみたいな感じでいつもね言ってるんですけど、それでこの3つがだから弾けるじゃないですか。これだってなんだろうな、サザンが 9個ですよ。9個覚えることになるでしょ。あとは C と G があるんですよ、オープンコードって。この C、 C はこれね、でこれ C ってマイナーって弾けないから C7 があるんですよ。これは5弦ね、5弦ベースの C7、ここちょうどここの、まあこれはちょっと理屈ではちょっとね、教えなくていいと思うんですけど、まあここの音だけ入れるとまあお釜になると。あと G もそう、 G はこれをこういうふうにやって、小指で押さえてるところを人差し指で押さえるとお釜コードになると。このマイナーはちょっとバーコードになって弾きにくいので、あとこうやって G を押さえる人もいますけどね、まあこうやって押さえてもいいんでしょうけど、
僕の中ではこういう押さえ方をあんちゃん押さえって言ってるんですけど、なんでかっていうと福山雅治さんがこうやって押さえてたから、なんですよね。でもまあ僕はやっぱこういう方がセブンスとかって押さえやすいから、こうやってあんちゃんですよね、っていうことで、そうなります。でこれはまあ一応PDF でダウンロードできるようにしておきますね、でこういった簡単なことを教えることで、まあなんか教え方のコツみたいのも、自分なりにこうね上手くなっていって、人に教えるのが上手くなればやっぱり上達も早くなるんで、まあ本当にこれは簡単なことですけど、自分が思う。でもいきなり初心者にね、お父さんがねこうやってほらかっこいいだろとか言ってやっちゃなんかただの自慢になっちゃうしね、あんま良くないかもしれないけど、でもこれぐらいなら、できると思うんで。というわけでですね、今回はちょっとねジャズギターっていうのと違うんですけども、例えばフォークをやるにしても、ロックをやるにしても、ジャズをやるにしても基本ってやっぱねギターみんな一緒なんですよ。よく軽自動システムとかって言うけど、あれちょっと分かりにくいですよね。なんであれを覚えなきゃいけないかとかって分かんないじゃないですか。でもこういうふうに考えれば普通に3コードで音楽ってできるし、それでなんかF コード弾く前に簡単なコードっていっぱいあるんだなっていうことで、いろいろと曲もできるし、その上で F とかその B とかそういったバーフォームの難しいコードを覚えていけばいいんじゃないかなということを初めてのギターを持った人に伝えればいいんじゃないかと、そういうふうに思ったわけで、こういった知識を、皆さんとねシェアして、もっともっと、いろんな人にギターを教えてあげてくださいという動画でした。はい、というわけで今回はここまでで、ではどうもありがとうございました。チャンネル登録しろ、多分すると